こちらの映像をご覧ください。あ、撮影やめてもらっていいですか。ここが私の土地です。あなた誰の許可入って許可入って入ったの。許可なんかいりませんね。いや撮影していいのかよこれ。なんだよお前は。お見えがかもしんない。おい払えよ。払えって言ってんじゃん。あれは事件です。あの同格さん取るんですよ。警察に変わってくれ。あ、そうだよね。この人もしました。はい、そうです。あ、で、なんかあのカメラを向けられてるんですけど、これってやめてもらうこと。あ、もしもし、あのカメラ、あ、そうですか、はいはい。あ、やめろって言ってる。あ、やめろって言ってんだよ。著作権とかあるだろうがよ。いや、撮るなって言ったらやめたらいいじゃん。いや、撮るなって言ってんだろ。だから撮るなって言ってるじゃん。お支払いはしません。お帰りください。聞こえてますか。聞こえません。あ、こんばんは。この人です。不法侵入してきて脅迫しました。今ご覧いただいている映像は NHK の集金人が実際に一般のご家庭を訪ねてきた際の映像になります。約束もなく突然お家に訪ねてくる、許可なく敷地内に入ってくるだけでも不信感を抱いてしまうのは当然のことですよね。今回は撮影者の勇気ある行動によって NHK の集金人の実態を皆さんに見ていただけることとなりました。そしてこの集金人はたった一度の訪問で複数の犯罪をしていることがわかります。1、不法侵入。正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは幹線に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。そもそもこの住居侵入罪などが何を保護するのかということになるのですが、住居や建物への事実上の支配管理権、つまり誰を入れるかを決める自由が保護されているということで、今回の場合ですと撮影者が保護されていることとなります。また今回のようにお支払いはしません、お帰りくださいと明確に伝えるのに居座る場合には刑法130条に規定されている不退去罪が成立します。2、恐喝罪。人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。善行の方法により財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同行と同様とする。今回の場合ですと人を脅して恐れさせる、恫喝の範囲を明らかに超えてしまっています。脅して恐れさせる行為に加えて払えやと金品まで請求をしてきているので刑法249条の恐喝罪が成立します。3、暴行罪。第208条、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。暴行罪と言いますと殴る、蹴る、叩くをイメージするかもしれませんが、実際には暴行罪における暴行の範囲は非常に幅広く、たとえ身体への接触がなかったとしても被害者の体に影響を及ぼす可能性がある行為が暴行罪に該当することがあります。今回の場合ですとカメラや手を振り払うといった行為がこれにあたります。そしてこの集金人、警察に NHK の谷垣と名乗っていますが NHK の職員でもなければ谷垣という名前でもありません。どちらも嘘の申告をしています。カメラで撮られることを嫌がったり嘘の名前を言ったり何かまずいことでもしている自覚があるのかなと思ってしまいます。最後にこの集金行為を行っている方がNHK の職員ではないということがとても重要になってきます。 NHK の職員ではない、つまり委託業者の方が間に入って行っている数々の行為が
弁護士法72条違反なのではということです。テレビで見ている方もスマホで見ている方もこんな経験はありませんか？今まで滞納した分は一度切り離して過去の分についてはチャラにしますよ。受信機からの契約はしてもらいます。でもじゃあお金の入ってない通帳を持って行ってもらえますか？は？契約だけはしてもらいます。今日はお金が入ってない通帳を登録しますので、これなら引き落とされないでしょ。これらは実際に行われている集金行為の一つです。簡単に説明しますと、 NHK とテレビ設置者の間に入って委託業者が交渉を行う行為、これが弁護士法72条違反に抵触するのです。私たち NHK 党は党名にもある通り、これらの弁護士法72条違反に抵触するであろう行為を追及するために NHK と裁判を行っております。しかし残念ながら多くの弁護士が弁護士法72条違反だろうとおっしゃるものの、裁判所がその判決を下すと思いますかと聞くと、裁判所が NHK に不利な判決をするとは思えないという回答が返ってきてしまいます。地方裁判所での判決から高等裁判所で判決が覆ってしまいます。裁判所が不当な判決、 NHK に有利な判決ばかりをしてしまわないように、皆さんも今後の判決にご注目ください。今の放送法ではテレビを設置しているご家庭では NHK と契約することが義務となっています。ですが、この義務である契約の取り方そのものにも問題があります。放送受信契約の締結日は法律ではテレビを設置した日と定められています。ですが NHK は数年前まで契約書に設置日の記入項目を設けていなかったり、現在も設置日を記入しないまま契約を締結したりしています。つまり NHK は法律に基づかないデタラメな方法で、しかも今回ご覧に入れたような乱暴な訪問行為を行いながら強引に契約を結ばせているのです。 NHK が行っている個別訪問は、勝手に NHK の電波を各世帯に送りつけて、NHK を見ていなくても集金する送りつけ商法です。国民が NHK は見ていないので受信料を払いたくないですと言っても、強引な集金行為により被害者が絶えません。この現状を改善すべく、党としてコールセンターを設置して NHK の集金に関する苦情を受け付け、一件一件問題を解決しています。NHK のスクランブル放送化は多くの国民が望んでいるにもかかわらず、これまで国会内での議論は皆無でした。国民意思と国会意思との乖離が NHK 問題の解決を遅らせている原因です。問題解決のため我が党は直接民主制の実現も同時に訴えています。我々は NHK のスクランブル放送化実現を目指すシングルイシュー政党です。皆様方のお力を貸してください。 NHK をぶっ壊す。フレイタカウミです。2枚目の投票用紙にはぜひ NHK 等とお書きください。それでは投票に行ってらっしゃい。